スーパーマリオランド、ゲームボーイ本体と同時に発売されたタイトルで、オリジナル要素や様々な工夫で、ゲームボーイの楽しさを世の中に知らしめました。今回のマリオは宇宙人にさらわれたデイジー姫を助けるためにサラサランドへ向かいます。ゲームボーイは画面が狭いので、あえてキャラを小さめに作ってあり、今までのシリーズを遊んだ人なら違和感なく遊べる作りになっています。サラサランドはエジプト、バミューダ諸島、イースター島、中国をそれぞれモチーフにした全4エリアで、今までと違う雰囲気にとてもワクワクしてプレイしてました。ステージ数は12と少ないながら、ボーナスステージやシューティング面まで用意されていて、手軽に何度も遊べる携帯ゲーム機の見本のような作品です。テトリス、ゲームボーイ初期に発売されたタイトルで、誰もが知ってる落ち物パズルの元祖です。落下してくるブロックを横一列に並べると列が消えるという、わかりやすいルールで、おそらく遊びやすさはナンバーワンだと思います。遊べるモードは2つあって、タイプ A はミスするまで延々とラインを消していくモードで、タイプ B は25本のラインを消した時点の得点を競うモードになっています。特にタイプ B はプレイ時間が短めで、携帯機にマッチした手軽さだったので、電車の待ち時間などの隙間時間によく友達と競ってました。他の落ち物パズルみたいに色は必要じゃないので、白黒でも十分で、今でも楽しめる作品です。テトリスは当時ゲームボーイでもやったし、キーホルダーにゲームがいろいろ入っているやつでも相当プレイしました。確か100個ぐらいゲームが入っていたような記憶があります。これ当時持っていた人多いのではないでしょうか。魔界闘士サガ、後にあのロマサガシリーズにつながるファイナルファンタジー聖剣伝説以外のスクエアの看板タイトルはここから始まりました。広大かつ巨大な塔を舞台に、主人公たちが世界の謎を解き明かし、危機から救います。4人の主人公は複数の種族から選べて、モンスターは敵の肉を食べることで強くなるのには驚きました。その他、経験値などおなじみの数値がほとんど出ないのは最初は不安でしたが、やがてそれは感動に変わるくらい奥が深いシステムに、ずっとキャラの育成ばかりやっていた自分がいました。ストーリーもダイナミックで、塔の中なのに海があったり大都会があったりと、普通の RPG の何本分も楽しめます。さらに、ラスボスは衝撃の倒し方ができるのは、今日までの語り草となっています。RPG はここまで進化して、楽しいものであることを改めて、思い知らされました。この作品は当時自分の周りでも、プレイしている人は多かったですね。ドンキーコング。ドンキーコングは大好きなんですが、ステージが少ないのが物足りないんだよなーって人いますよね。自分もそうです。システムはあのままで良いから、ステージを増やしてほしいって要望を叶えたような作品が、このゲームボーイ版のドンキーコングです。これ知らなかった人多いのではないでしょうか。
自分はマジで最近まで知らなかったです。内容はアクションやパズルを複雑に組み合わせた完全オリジナルです。基本はドンキーコングですが、ヒロインをさらってどんどんすごいところに逃げて行きます。また、仲間が投げるキノコを取ってパワーアップするのですが、当然敵も妨害アイテムを投げてきます。本能レベルで取ってしまい、窮地に陥ることがしょっちゅうです。少し難しいですが、とにかく忙しく賑やかで、終わるのが悲しくなるくらい、楽しめました。ドンキーコングファンで、これを遊んだことないって人には、ぜひ一度遊んでほしい作品です。伝説とうとう携帯ゲーム機でも悪魔女王ドラキュラが楽しめる。主人公はクリストファー。ドラキュラの住む城に忍び込み魔物たちを倒していく内容はそのまま諸作シモンの祖先という設定です。いわばストーリーゼロショーということですね。基本装備の無知を強化していくとファイアーボールを打てるようになり、爽快な攻撃スタイルへと変貌しました。敵はドラキュラを除く魔物もすべて一員。こういった歯の裏切らない、ワクワクする仕様がたまりません。ゲーム自体はループゲームで、クリアすると難易度が高くなった状態で、再スタートできるので、いつでも楽しめる作品です。ただ5周目にもなるとすべて一撃で、即死となるのですが、それもぜひ経験してみてほしいです。なかなか斬新な試みだと思いませんか？平安京エイリアン。もともと1980年に東大生が作ったという触れ込みで話題になったソフトがゲームボーイにオリジナル要素を入れて移植されました。平安京を狙うエイリアンをスコップ持ったケビー氏が穴を掘ってエイリアンを倒し、京の平和を守ります。オリジナルとシステムは同じです。しかし新顔の敵はこちらを見つけると突っ込んでくるので、原作を知っていると逆にあっという間に天に召されることも、効果音や動きなどは良くなったり、フィールドにたくさんの仕掛けが加わり、より頭を使うようになりました。しかしコンティニューがないのは辛くて、あと一歩でクリアなのにやられてゲームオーバーになると呆然自失になりました。少しボリュームが減ったのは悲しいですが、たまにはこういう箸休め的なゲームもたまにはいいです。飛龍の剣外伝。これは名作とは言い難い作品ですが、個人的にこのシリーズが大好きでした。ファミコンでもやりまくっていたので、ゲームボーイ版が出ると知り、
新品で買ったことを覚えています。竜飛砲に眠っている伝説の秘宝である、飛竜のメダルを守るために戦います。一応通信ケーブルを使うと、対戦も楽しめますが、周りで飛竜の剣に、ハマっている人がいなかったので、対戦経験はありませんのみが、外伝作品なので、敵は竜の牙ではなく、ダークドラゴンになっています。神 BGM はゲームボーイでも健在で、聞いているだけでも、気分が高まりますよね。そして飛竜の剣といえば、心眼システムで、相手や自分に丸印がついたところを、ガードや攻撃をするシステムで、単純なんですが全集中しないと、結構ミスります。もちろんダークドラゴンとの戦いの時は、変身ができてゲームを盛り上げますが、結構敵が強く長期戦となるため、集中力が続かない、なんて時もあります。途中聖水が飛んでくるので、これは絶対に取ることが攻略への近道となります。何気に道中でダメージをもらってしまうため、聖水がないと攻略が難しくなります。俺たちしかできないプレイを